エンドー GP50 は1980年から1985年の間にアメリカの GM エンドが製造した4道軸の電気式ディーゼル機関車である。BNSF 鉄道3174号本形式が製造される以前に先行量産者的な意味合いで1977年から1978年にかけて GP40X が23両製造された。内重量は HTB 型台車を実験的に装備しており、この台車は GP50 ではオプション対応とされたが、実際に装備した車両はない。HTB 型台車は、エンドが新たな高粘着台車として開発したもので、日本国鉄の EF63 型電気機関車が、 装着した台車の逆ハリンクと同じ原理でゴム干渉器を斜めに配置して軸中の移動を減らし長い軸バネを使用して乗り心地のうちの縦揺れを改善しメンテナンスコスト削減及びメンテナンス期間の拡大を狙ったものであった動輪直径が通常より2インチ大きい42インチの動輪を使用しホイールベースは通常より1インチ長かったしかし 新型台車は高価であったこと、鉄道会社は実績のない台車を使用することをためらったことなどから普及せず、ブロンバーグ B 型台車が引き続き装備された。バリエーションとして運転室を延長した GP50 リットルがある。また、本形式のフレームは GP38、GP38 からに GP39、GP39 からに GP40。 GP40 から2などと同じである。ありがとうございます。